なんだこれ、イニュー戦争。おう、どうしたんだ？なんかイニュー戦争って言葉を耳にしたんだけど、一体どういうものなのかなって。なるほどな。じゃあ今回はイニュー戦争について解説していくぜ。お願いします。普段このチャンネルでは地理や歴史のことを解説しているから、興味のある方はチャンネル登録していってね。こんなこと解説してほしいとかあったらコメントで教えてね。サブチャンネルでやってほしいことも教えてね。エミュー戦争とは、その名の通り人間とエミューが戦った戦争だ。エミューってあの鳥よね？うん。エミューはオーストラリアに生息する鳥だ。ダチョウに次いで大きな鳥で、飛ぶことはできないな。日本の動物園で飼われていることも多く、簡単に見に行けるぜ。なんでエミューと人間が戦っちゃったんだろう。じゃあどんな経緯でエミューと人間が戦うことになったのか解説していくな。第一次世界大戦後、西オーストラリアで農耕をしている在郷軍人がいた。1929年の世界恐慌で農家の生活が圧迫される中、2万頭のエミューが農作物を食い荒らしてしまう。それはまずいわね。それに危機感を覚え、エミューを駆除することになるぜ。当時エミューを駆除することは農作物を守るだけでなく射撃練習にもなると言われていて支持されていたんだ。一石二鳥ってわけか。1932年11月2日、機関銃を装備した軍隊はエミュー50頭の群れを発見する。エミューたちは分散したため手こずったが、多数のエミューを駆除することができたぜ。さらにその日のうちにもう一度群れに遭遇し、その際も十数頭ほどの駆除に成功したんだ。順調な滑り出しじゃないかしら？11月4日、兵士が配置されている場所にエミュー戦闘の群れが向かっていることがわかる。エミューがギリギリまで近づくのを待ち、銃を撃った。その結果エミュー12頭を駆除することができたぜ。戦闘いたのに12頭？なんか少なくない？いいところに目をつけたな。そりゃつけるでしょ。実は、12頭を駆除した後に銃が壊れて使えなくなったんだ。その間残りのエミューたちは逃げていったというわけだな。なるほど、それはやらかしちゃったわね。エミューと人間が戦いを始めてから6日経った11月8日、軍隊を撤収させることが決定する。その理由はこれまでに2500発の弾薬を使っていながら、駆除できたエミューの数が数十頭から数百頭と、かなり少なかったからだ。中には実際は数頭しか駆除できなかったという声もあるぜ。確かトータルでは2万頭のエミューがいたんだよね。そう考えると先が遠すぎて撤収させたのかな。弾薬とかに費用もかかるだろうし、エミュー駆除は難しいのね。軍隊が撤退してからも、現地民によるエミューの駆除活動は続けられたぜ。だがどうしても農家だけで全てを行っていくのは困難で、再び軍隊を動かしてもらうように要請するんだ。軍撤退から5日後の11月13日にまた軍は戻ってきた。そこからエミューが数十頭、数百頭と駆除されていったぜ。それなりの勢いを出すことができているのかな？と、思うよな。12月中頃に分かったんだが、使用した弾薬が9860発で、駆除したエミューが986頭であった。弾薬18に対してエミュー1頭と、なかなか割に合っていなかったんだな。やっぱり予算的な面が問題になってくるのね。エミューを駆除するのは大変な上、出費はどんどん出ていってしまう。その事態を受け結局軍は撤退、その後軍が出動することはなくエミュー戦争は幕を下ろしたぜ。そうだったんだね。この後にエミューに関するエピソードとかはあったの？一応、現地の農民はたびたび軍を要請していたんだ。しかしその全てが却下されているな。エミュー戦争に関しては勝利することができなかっただけでなく、出費もそれなりにあったため批判の声が上がっているぜ。なるほど。人間の黒歴史と言ってもいい戦いなのかもね、エミュー戦争は。そうかもな。といった感じで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。